歌を歌うために東京に行く。そうカッコつけて地元を出て1年が経った。僕は過去も未来も見えないふりをしている。日雇いでもらうお金なんかはその場しのぎの水の泡で、高いビルのせいで東京の空は少し低い。ただいま。夢なんて都合のいい言葉に背中を預け、なんとなく歌を歌って SNS に上げて、増えない数字とにらめっこすることにも飽きてきた頃、穴が開いたようなそんな感覚を持って夢が朽ちていこうとしていた。やっぱりいるじゃん。電話出てよ。もう別れたいなら貸してたお金全部返して。ごめん、今はないです。そう、私もやっと分かった。青斗のことが好きでも青斗にとって私はただの都合のいい人間なんだって。またあの女か。くっそ、急に変なとこから出てこないでよ。すまんすまんよ。いいよな、源さんは。悩みなんかなさそうで。俺もいろいろあるんやで。アサルト姉ちゃん。うん、やば。何が足りないんだろう。これじゃ売れないよな。
青とまた映画借りてきてや。え、ねえ、これ海藤源って書いてあるけど、これ書いたの源さん？まあそうやな。そんな時間もったいないで。だって最後までかけてへんもん。でもめちゃくちゃ面白いよ。うん、特にさ、ここの言い回しなんかもうここバーンくらったよ。そうか。ねえ、ゲンさん、俺に言葉の使い方とか教えてくんない？それほんまに言ってる？マジだって。ちょ、こっち来てよ。いや、でもな、アウト。何なのよ、ゲンさん。あー、分かったよ。へへ、シェイ。でも、俺が言うことが全部正解ちゃうからな。じゃあ、俺がいいって思った言葉言っていくわ。うん、うん、あ、ちょっと待って。よし、お願い。こいつほんまアホやな。窓から何見てんの？向かいの姉ちゃん、一緒に見ようや。眠たいんだけど。こっち来てみや。あの姉ちゃん毎日な、こんな時間に起きて何してると思う？何してると思う？さあ。さあじゃおもんないやろ。妄想してみや。新聞配達とか？ああ、そうかもな。でももしかしたら、朝一から風俗勤務の姉ちゃんかもしれんぞ。そんなこと言うなよ。知らんけど。何事もな、奥行きを持ってみんなよ。結構おもろいぞ。人間ってもんは結局見ようとするもんしか見えへんからな。
ねえ、自分の空っぽさにさ、へこむことない？そんなん数えたらキリないで。でもさ、なんかコツとかないわけ？なんやろな。何も考えてへんかもな。だって俺の書き物なんて誰も読まへんもん。でもめっちゃ苦しんで空っぽに自分の血が入ったなと思う瞬間があるわけ。それがたまらんのよ。俺にも分かるようになるのかな。もっと苦しめ、アオト。もういい加減にしてよ。ごめん、今ちょっと。何？
また一人で話してんの？ずっと言えなかったけどそれ気持ち悪いよ。あんたみたいに適当に生きてる人間の歌なんて誰も聞かないから。青と、俺、もしかしたらもう痛かった。え？必要とされない。やっても意味がない。くだらない。それを突きつけられてすごい痛かった。母と何言うとんねん。まだもういいよ。分かってるよ。でもここでいくら慰められても外じゃ何もできないんだよ。消えて。それ二度と言うなよ。勇気振り絞ってお前は今日誰かの前で歌った。自分をさらけ出すのは怖いやろ、痛いやろ。でもな、それはお前がもう空っぽやないからや。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。もうほっといてくれ。
ぽっかり空いた。ケイさんごめん。街でかけてた、その手強くつなげればたられば。